うわ、汚ね。炭みたいの履いてやがる。はい、どうもこんにちは。笹の人形でございます。ロードバイク歴は10年以上。趣味でですね、サイクリングとか、ロードのカスタムバラカン、そんなことをね、やってます。今回なんですけど、またまたやってきました。ゴタール案件。いつもありがとうございます。どうやら、このディスクロードの完成、そしてそこそこ走ってるのが代表の目に留まり、チェーンメンテしとるとせっつかれております。ということはチェーンディグリーザーの元と仕上げの4663ルブの紹介となるんですが、何やらぜひ試してほしいものがあるらしい。それはこいつだ。超音波洗浄機。何やらチェーンディグリーザーの元でこいつを使って洗うとやばいことが起きると。早速試していきましょう。まずはこの超音波洗浄機ですね。 Amazon で売ってるオーム電機のごく一般的なメジャーな洗浄機、約5000円くらい、 AC 電源タイプで洗浄槽も 500ml くらいある、結構いいやつを送ってくれたんですね。まあいきなりチェーン洗浄で使うのももったいないんですが、Amazon では安いやつだと1000円くらいからあるんですが、そういうやつはだいたい電池式でなんちゃってなやつが多いそうで、確実に洗浄をするならこういった AC 電源タイプがおすすめ。そうなると約3000円くらいからって感じですかね。それではゴタール東京といったらこれ、チェーンディグリーザーの素、これをスプーン1杯取ってディグリーザーの素をお湯に溶かして、洗浄釜にチェーンを投入し、ミッシングリンクも忘れずに、そしてディグリーザーの素を中に入れると。この状態で約3分つけ置きします。はい、現在約3分ということで、ここから実際に超音波洗浄を10分やっていきます。こちらの超音波洗浄機は60秒、120秒、180秒、240秒、そして300秒と、洗浄時間を5段階設定することができますので、まずは300秒を2セットやって10分間洗浄していきましょう。それではスイッチオン。超音波洗浄機の音はだいぶ小さめですね。昼間やる分には全く問題ないでしょう。やり始めて約1分くらいですが、マジでやばいですね。全体的な汚れもえぐいんですが、なんか黒いやつがドロドロと出てきますね。チェーンの中から黒いドロドロしたやつがめちゃくちゃ出てきますね。こいつは芯まで綺麗になってる証拠ですね。期待できる。チェーンディグリーザーの音なんで匂いもね、本当に無臭ですね。これがね、助かるんですよ。蓋を閉じればより静かですね。はい、これでね、10分間洗浄が完了したようです。それではどうなったのか、いざオープン。うん、真っ黒。いや、これガチでやばくないですか。もう何がなんだかわかんないですね。ちょっとね、うまく洗浄できてるのか取り出して確認してみましょう。まだね、ちょっと汚れが残っているので、仕上げにお湯で再度ね、2、3分超音波洗浄して、最後にその仕上がりを見てみましょう。熱湯を注いで、これでまた2分間スイッチオン。うわ、まだ真っ黒っすね。ちょっとね、洗浄が足りないかもしれないですね。もう一回新しいお湯で綺麗にしてみましょう。まさに表面の汚れを根こそぎ洗い流してるって感じですね。この仕上げによってチェーン洗浄は究極になると思います。超音波洗浄はやはり手洗いを圧倒的に凌駕してますね。2分経過しましたが、お湯はだいぶ薄くなりましたね。これでチェーンを乾かしてどれだけ綺麗になったのか確認していきましょう。タオルか靴下にチェーンを入れてドライヤーで一気に乾燥させます。どうでしょう、めちゃくちゃね、ピカピカになったと思います。これで今までの洗浄した中で一番綺麗になったんじゃないかな。もちろん中もビカビカです。そして当然ね、触ったってつきません。これはね、チェーン洗浄の革命
まさにね、完璧に仕上がったって感じ。チェーンディグリーザの元&超音波洗浄機、恐るべし。いかがでしたでしょうか。うん、チェーンディグリーザの元プラス超音波洗浄機ニアリーコール新品というか、見ました、あれ、イカスミみたいなやつ、やばいっすよね、マジで。いや、もちろん、チェーンディグリーザの元だけでもいけるんですよ。ただよくシェイクしなければ、さすがに中までは落ちにくい。その点、超音波洗浄機なら自動的に汚れをかき出してくれる。洗浄を極めたいならこれ。あとは基本的にこのメカが勝手に洗浄してくれるんで、ズボラさんもにっこり。オウム電機のようなやつだとかなりちゃんとしているので少しお高いんですが、洗浄層も広くて非常におすすめ。メーカーはどこでもよくて、ちょっと小ぶりでよければ3000円くらいからありますので、それなら手が出しやすいですよね。なんとボーナスで買ってみたいランキング1位がこの超音波洗浄機ということで、梅雨場での走行でドロドロになったチェーンはもちろんのこと、毎日のメンテもこいつで極められますので、ぜひお試しください。もちろん最後の仕上げは超高性能なルブ4663ルブでフィニッシュ。今回は以上ですね。笹野林業です。皆様のロードバイクライフを少しでもサポートできるように、これからもエールとなる動画を配信していきたいと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。